明日の北日本は冬型の気圧配置で、さらなる積雪の増加が予想されていますね。はい、そうですね。ちょうど今、あの北海道低気圧が抜けつつありますので。はい。 この後夜半頃から気温下がってきそうですねということで今北海道で雨が降っているところもあるんですけどもほとんどが雪に変わってきそうです、はいえー、今現在内陸中心に雪東部とか、ね、南の方それから東北北部こういったところで雨という状況になっているんですが、えー、明日はこんな天気図になるんですね、はいえー、低気圧が東の方に抜けて大陸から高気圧が張り出すということで冬型気圧配置が北日本を中心に 強まるということになりますとということで雪の量が増えてきそうなんですが今のところ積雪の増加の予想ですね明日の16時までで見ていきますと。 えー、濃い青色が10センチ以上なんですけれども北海道の、えー、北部や内陸部を中心としたところそれから東北も山沿いですね、えー、10センチ以上で一部は20センチ以上というところも出てきそうです。はいえー、かななりり、ね、雪の量が増えてくるとといいうことになりそうこにそですねはい 現在、雨が降っている、はい、東北北部なんかも明日は雪が降るということでさらなる積雪も予想されているんですね。そうですねあの。東北北部は今雨 ということで以前積もったものに雨が降って少しぐちゃぐちゃしている状態なんですけども明日はまた今度新たな雪が降ってくるということで、まあ、路面状況が随分と変化しますね。はい、ということでこういった時にはでですすねねごめんなさいこちらです、ね、あの路面の凍結予報なんかもウェザーニューズのコンテンツとして出てますので、はい、こういうものを参考にしていただいて、えーまあ、路面が積雪状なのかシャーベット状なのか アイスバーンになっているのか、こういったものをちょっと活用して車の運転なんかには対処していただければと思いますはい、明日も週末ということで移動の予定がある方お車の運転は十分ご注意ください最新のお天気に関する情報はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます